RKB ラジオ企ての公開収録が開催決定。9月13日金曜日16時から福岡グロースネクストイベントスペースで開催。ゲストはブーストキャピタル代表で LINE ヤフー顧問の小沢孝雄さんです。詳細や観覧のお申し込みは RKB ラジオのホームページでお待ちしてます。さて、岸田文雄首相、まあね、総理がですね、自民党総裁選挙への出馬を表明しまして、元閣僚らが次々と、ね、立候補の意向を示しているということで、はい、来月の12日に告示、27日投開票を控えまして、まあ、10人を超える過去にない多数の候補者が取り沙汰をされていて、まあ、連日、テレビ、ラジオ、新聞、報道をね、賑わせておりますけれども、今日はこの総裁対戦をどう捉えるのかについて、毎日新聞出版社長の山本修司さんにお話を伺いたいと思います。山本さん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。自民党総裁選、まあ、これなんですけど、これは事実上、まあ、日本の総理大臣を決める、まあ、選挙になるわけですね。まあ、重要な選挙なんですが、はい、うん、まあ、しかし、まあ国会議員の選挙とは違って、まあ、私たちですね、国民が直接、うん、まあ、投票すること、選ぶことはできない、はい、ということなんですね。うん、まあ、そんなこともあって、ある知人からですね、まあ、国民が直接選べないのに連日大騒ぎしてですね、うん、まあ、オリンピックが終わってネタがないからマスコミが大騒ぎしてるんじゃないかなんて言われましてまあそれは違いますよということなんですね。はい、で、まあ、政治そのものは、私、政治部いたことありませんので、まあ、専門外なんですけども、うん、まあ、前にお話しした政治と金じゃなく政治家と金ですね、うん、はい、こういった問題は私のフィールドですし、うん、まあ、これまでそういった取材の中でも、まあ、政界通と言われる人ともですね、うん、まあ、今でも親しくしておりますし、うん、またその、まあ、今回、まあ、総理大臣選ぶということですが、まあ、リーダー論ということをテーマにした授業を、まあ、早稲田大学で2度ほどしたこともありますので、はい、まあ、この報道の世界40年近くいるということも含めてですね、まあ、一応お話しする資格はあるのかなと。いやいや、一応じゃなくて、まあ、ぜひ教えてください。思っているところなんで、ね、はいはいはい、で、また私の持論なんですけど、まあ、今回岸田首相出馬しないということですけど、まあ、その大きな理由はですね、うん、政治家不信、これ政治と金じゃなく政治家と金ですよと言いましたけど、うん、政治不信ではなくて、私は政治家不信だと思ってるんですね。はい、というのは、その、まあ、いろんな方今不信を抱いてるのは、その日本の政治システムというよりは、うん、その政治家というですね、その人に対する不信なのではないかと。そうですね、はい、どうですかね、その辺。うん、いや、まあ、多いと思いますよ。何やってんだ、うん、この人たちはって。ね、国会議員って何なんだと、うん、自分たちのお金儲けしか考えてないのかって考えてる国民多いと思いますよ。裏金事件とか見るとね、うん、どんだけ腹黒いのって思ってしまいますよ ね、うん、ですね。いや、まあ、そうなんですよね。その、まあ、その今裏金事件の話出ましたけど、うん、まあ、本来派閥という、まあ、派閥が、まあ、政治不信ということもあるかもしれません、うん、まあ、派閥にも問題はあるかもしれないんですけども、うん、まあ、その本来その派閥は、まあ、そのトップを、まあ、主催する人がですね、その政策とか人柄に共感して、はい、まあ、この人を日本の総理大臣にしたいという人たちの、まあ、政策集団のはずなんですけど、はい、まあ、裏金事件のようにこの派閥にいた方がお金がもらえるとかですね、まあ、ここにいた方が自分が存在感を高められるとかですね、そういった、まあ、非常に不純な動機で集まる人が少なくないというのは今まで見てきた通りなんですね。はい、ですから、その根本的にその派閥に所属する政治家個人のですね、志とかその資質の問題、これがまあ裏金事件に出ていたということで、まあ私は政治家不信と言ってるわけですね。うん、はい、そうですね。で、まあ、もともとその岸田さんが出馬しないと、まあ、いうことになったのもですね、うん、まあ、この人が総理大臣、まあ、まあ、トップではですね、総裁であったらもう選挙は戦えないとかですね、うん、はい、あ、この人がいたらその自分が選挙落ちちゃうとかですね、うん、あと、まあ、裏金事件で多くのまあ処分を受けた安倍派中心にですね、まあ、なんでトップが責任取らないんだという、まあ、ちょっと恨み節のようなですね、うん、そういった批判が出たからということですね。はい、で、本来であれば今国内にもいろんな問題ありますし、うん、まあ、ウクライナとかパレスチナ、まあ、外交にもいろんな問題があって、まあ、岸田さんではダメなんだと、うん、もっと能力ある人がいるじゃないかって言って選ぶのならですね、はい、まあ、天下国家を見てやるということでしょうけど、そうではない、自分の選挙とかですね、うん、そういったところから見てるっていうのが、まあ、問題なんですね。はい、
で、まあ、実際その岸田さん、まあ、評判なんか散々ですし、まあ、毎日新聞もかなり批判をしてきてるんですけども、うん、まあ、しかしまあアメリカではですね、その日本の防衛力を強化して日米同盟を深化、まあ、深くですね、うん、させたとか、日韓関係も改善させたっていう非常に高い評価を得てるんですね、うん、で、まあ、防衛力の問題、防衛費の問題ありますので、これ賛否があるんでそのまま評価することはできないんですが、はい、まあまあ、いずれにしてもそういった評価を前提にもっといい人を選ぼうじゃないかというふうな動きは今の総裁選には見られないと。そうですね、うん、いうことがまあ大きな問題ではないかと思うんですね、うん、で、まあ、実際今、まあ、まあ、いろんな人の名前があってますけど、まあ、環境大臣だったあの小泉進次郎さん非常に人気ありますが、はい、うん、これはまあ一番最初に手を挙げましたが、あの前の安全安保担当大臣だった小林孝之、小林孝なんて言われてますけど、小林ホークなんて言われてますけどね、うんうん、と外務大臣の上川さん、総務大臣だった野田さん、経済安保大臣だった高市さんといった、まあ、女性、非常に実力のある、はい、閣僚経験のある女性3人、うん、まあ、こういったところは特徴的でですね、まあ、はい、若さとか精神さとか女性という、まあ、要素、まあ、これ重要だとは思うんですね、うん、まあ、あと石破さんとか河野太郎さんといった、まあ、常連、うん、それから、まあ、あの幹事長の茂木さんとか官房長官の林さんですね、うん、まあ、まあ、自民党きっての実力者という、まあ、こういった顔ぶれになってるんですね、はい、まあ、しかしその結局こういうせ、まあ、人たちをまあ選挙の顔とだけ見ている人たちが多いと、うん、まあ、この人らは国民の受けがいい、うん、まあ、進次郎さんなんかだとまあ非常にあの物言いもはっきりしてるし、うん、まあ、あんまり言っちゃいけませんがルックスもいいとかですね、うん、そういったことからこう人気になってるっていうのはまあどうなんだろうかと思うわけです、うん、で、まあ、実際ですね、今非常にその日本では少子高齢化とかあの、まあ、気候変動でこの今の暑さで伴うそのすごい豪雨ですね、うん、はい、ゲリラ豪雨みたいなことが頻発してるし、うん、この間の宮崎でもありましたけど、うん、まあ、南海トラフじゃないかと、はい、まあ、この地震ですね、自然災害、はい、うん、でこの間の株の乱高下とかですね、まあ、経済情勢もいろいろありますし、うん、まあ、海外に目を移せばですね、あの、まあ、トランプさんどうなるんだっていう、まあ、アメリカ大統領選とか、うん、まあ、ウクライナの問題、パレスチナの問題、中国、まあ、様々ある中でですね、うん、まあ、こういったものをどう取り組んでいくのかということについてですね、うん、まあ、本来であればちゃんとこうこれを説明していくと、候補になっている人たちは政治家としてですね、うん、政治を担う人としてやっていく、まあ、責任があると思うんですね、うんうん、で、まあ、先ほどのその報道のことですけど、まあ、そうしてみるとですね、まあ、自分たち選ぶことができなくても、そのどんな政治家がどんな理由でまあ選んでいくのか、どう関与しているのかということをつぶさに見ていく必要があると思うんですね、はい、まあ、まあ、報道で私が自分で取材したわけではありませんが、報道によればですが、例えばあの麻生さんはですね、はい、あの、まあ、茂木さん、まあ、非常にあのトランプさんからも評価され、タフネゴシエーターなどと言われて、うん、まあ、非常に実力では評価されて、茂木さんが支援要請した際に、うん、あのその実力がどうこうではなくて、はい、いや自分の派閥には河野太郎さんがいるから押せないよと言ったとかですね、まあ、菅さんが非常に小泉さんを知ってるんですけど、まあ、同じ神奈川のですね選挙区ということで昔から親しいというのはあるんですが、まあ、小泉さん立てばまたそれを押したということで自分が主流派になれるというのを目論んでるんではないかとかですね、うん、まあ、小林さんも若いですけど、あのいろいろその推してる人見ると結構安倍派の、まあ、処分が多かった安倍派の人が多くてですね、うん、とか、まあ、こういったことをまあ見ていく、この発言って何なんだと、その、うん、この人の実力でなく党内とかそういった事情、自分の事情で見てるんじゃないかという面があって、こういったところを押さえておく必要があると思うんですね、うんうん、はい、それからその小泉さん非常に人気ありますけども、うん、あのまあ日本の総理になるためにやはりその自民党三役とかですね、はい、まあ、閣僚は環境大臣やりましたけど、まあ、必要だと言われて、確かにこれだけの国内外問題があれば、まあ、かなり経験がものを言うと思うんですが、うん、まあ、あの我が社が発行しているサンデー毎日のインタビューで、あの政調会長の森山さんはですね、はい、まあ、小泉さんについてどうですかという質問に、その賢明な判断をされるのではないかと言ったんですね、うん、まあ、これ賢明な判断っていうのは要はまだ経験不足なんて出ないんじゃないのと、うんうん、いうことを示唆してるんですけど、まあ、今出ると言われてて、まあ、新聞の一面とか、まあ、テレビラジオ非常に賑わせてますが、はい、まあ、これどうなるんだろうかと、まあ、いうこともまあ見ていく必要があると思うんですね、うん、まあ、こういったまあ報道、まあ、政局報道と言われてですね、あのなんかこう政治家とか政界の目から見て
るんじゃないかと、その国民不在じゃないかという受け止め方があってですね、はい、まあ、確かにそういった一面はあるんではないかと、だからマスコミが騒いでるだけだと言われる面もあるとは思うんですね、うんうん、ただ一方でその先ほど言ったように今回のこの総裁選でですね、例えば自分の選挙区にいる政治家がどう動いたのかと、どういう理由でどういう人をして、例えばその自分のためにですねこういう人を選んだんではないかとかいう、うん、もしくはそのやっぱこういう政策に共感してやったんであれば、うん、あ、自分もここには共感できるなとかですね、うん、そう、まあ、重要なその選挙の際の判断材料になるわけですね、うん、まあ、もしかしたらその新しい総理が出れば秋にあの総選挙あるんじゃないかなどと言われてますが、あのその際にまあ非常にあの役に立つ判断材料になると、またその政治家の動き見たらその政治家に対するですね、いろんな自分なりの評価ができてくるんではないかということには役立っていくと思うんですね。で、まあ、あの9月になればあの立憲民主党の代表選が行われますし、はい、からアメリカ大統領選も今いろいろとあのトランプさんと50代の女性のハリスさん争ってますが、うん、まあ、こういったものを見ながらですね、やっぱり国のトップというのはどういう人がなるべきなのか、どういうことが必要なのかということをですね考えてみていけば、まあ非常にこう興味も深まってくるんではないかと思うわけです、うんうん、まあそうなんですけど、まあ、僕の個人的な言うと自民党の総裁選についてメディアが報道する露出が大きくなる、で自民党の裏金議員を含め、あの裏金のこと、旧統一教会のこと、うん、何にも解決してないのに、うん、誰が総裁になるのかだけがなんかクローズアップされてて、うん、まあ、今山本さんおっしゃるように、うん、まあ、自民党は政権与党なので総裁になれば次期総理はそうなんでしょうけど、うん、いいのかそれで、はい、っていうところも僕はメディアはもっと報道しないといけないと思ってこのラジオ喋ってる時僕そのつもりでいつも喋ってるんですけど ね、うん、そうですよね、はい、大手メディアはなんかそこまでいかないんですよね、拡散大使そうですね、どうぞ。それにあの総裁選 の、 あのポスターですか、過去のね、うん、総理大臣の顔ずらっと並べて、なんかこう刷新感もないし、はい、そんな過去よりも未来が大事なのにっていうふうに思ったりして、うん、ちょっと、はい、あれ見るとしらけてしまったというか、うん、その通りですね。だから、まあ、この誰が総理、まあ、あの総裁イコール総理ですが、うん、まあ、そこだけではなくその、まあ、裏金問題も含めてですね、うん、こういったことを忘れてはならないと。でまたその候補になった人たちもそこについてですねどうしていくのかということをきっちり話していかなきゃいけませんし、うん、私たちもそういう質問をしてですね、はい、そういったものを引き出していかなきゃいけないということですね、はい、まあ、その政治家不信と言いましたが、まあ、これを解消していくのは政治家のまあ責務ですので、うん、まあ、まあ今回これいろいろ上がっている問題にどう取り組んでいくのかということをしっかり発信してもらってですね、はい、私たちもその政治家はどういうことを言ってるのかとしっかりとこう見ていくという機会にできればと思っております、はい、ありがとうございます、はい、今日は自民党の、ね、総裁選についてお話を伺いました。毎日新聞出版社社長、山本修司さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。樋口清則です。僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています。固定観念や既成概念をぶち壊す。ポッドキャスト番組我思うゆえに我あり、ぜひお聞きください。